はい、皆さんこんにちは、渡辺です。本日から新しい章に入りたいと思います。ここではですね、規定とワイル群についてお話をしたいと思います。まずですね、デフィニション 10.1 をご覧ください。ファイっていうのをルートシステムとしましょう。その時にファイの部分集合デルタというものを考えるんですが、このデルタがファイの規定であるというのを、次の2つの条件で、定義したいと思います。1つ目 B1 という条件ですけれども、このデルタというものは、ベクトル空間 E のベクタースペースの規定であるというのが1つ目の条件です。で、次に B2 という条件ですけれども、デルタは B1 より、ベクタースペース E の規定ですから、ファイというものは、ファイに含まれている元、ベータというのは、ベータイコールシグマ Kα 倍のアルファと、まあ、このように書くことができます。なんですが、このように書いたときに、この Kα というのがすべて整数値をまず取るという条件がありまして、さらに2のデルタの元、α に対して、ここに出てくる、ここに出てくるですね、ここです。ここに出てくる Kα っていうのは、必ず0以上になるか、もしくは2の α に対して0以下になるか、どっちかであると。まあ、このような性質を満たすものを、π の規定というふうに呼びましょうというわけですね。で、この時、デルタの元を単純ルート、シンプルルートというふうに呼ぶことにします。で、さらに、B2 のこの仮定のもと、β イコールシグマ Kα と、この α はデルタを走るわけですけれども、まあ、これに対して、ハイト B というのをシグマ Kα というふうに定義したいと思います。まあ、これだから、デルタに関するベータの高さと呼ばれるものです。ここですね。で、さらに、ベータは、まあ、シグマ Kα、とこういう形でかけているんですけれども、B2 という条件によって、この Kα は整数値であり、2の α に対して0以上であるか、0以下であるか、どちらかだという話でした。なんですけれども、0以上の場合は、ベータを正のルートと呼んで、0以下の場合に、負のルートというふうに呼ぶことにしたいと思います。で、さらにですね、ファイプラスというふうに書いた場合には、これは、ファイの中でポジティブルート。まあ、だから、これはポジティブかどうかっていうのは、その規定の取り方に、規定の取り方によるんですけれども、まあ、デルタを固定して、規定を固定してあげて、その時にファイプラスというのとファイマイナスというのを、まあ、ここでポジティブルートの集合とネガティブルートの集合というふうに定義をしたいと思います。はい。で、さらにクシーとエータに対して、クシーとエータがまあこういう関係にあるというのを、クシー引くエータが、またこういうふうに書けるわけですけれども、この時に2の α に対して、まあ、だからこいつがまあポジティブルートになると。まあ、その時にクシーとエータをこういうふうに、関係をこういうふうに表すというふうに定めたいと思います。はい。で、まあ、この辺いろいろ出てきますが、じゃあ、この規定というのは存在するのかとか、存在したとすると一時的なのかとか、まあ、いろんな問題がありますね。さらには、例はどういうものかっていう問題があるんですけど、それはこの後に、述べたいと思います。まずはですね、この規定を定義して、で、その規定に含まれる元をシンプルルートといって、それによって、ポジティブルート、ネガティブルートっていうのが定まりますよというところまで説明をしました。で、連磨 10.2 ですけれども、まあ、ファイをルートシステムとして、それのベーシスデルタを取っていきましょう。その時に、アルファとベータっていうのを、ベーシスの元として、かつ、アルファノットベータとします。で、この時に、アルファとベータの内積を取ると、それは0以下であるということが成り立つというわけですね。で、これなぜかっていうと、アルファとベータの内積が、まあ、じゃあ0より大きいとしましょうと。で、そうしますと、アルファっていうのはマイナスベータではないということがわかりますね。で、また、仮定よりアルファノットベータとしているので、結局アルファっていうのは、まあ、プラマイベータではないと。で、ルートっていうのは、まあ、定数倍だとすると、まあ、プラス1倍か、マイナス1倍のいずれかだという話でした。ですので、今、連磨 9.14 の、仮定を満たすということがわかります。ここですね。
ですので、このレンマの 9.14 を使いますと、今、アルファとベータの内積が正だと言っていて、その場合はアルファ引くベータが再びルートになるという、まあ、それが 9.14 から分かりますので、今、アルファ引くベータはあのルート、まあ、ファイの元になるというわけです。でそうしますと、今、デルタっていうのは規定だと言っていましたので、ファイの元をシグマ、KR、まあ、アルファとかベータとか使って線形結合でこう書こうとすると、すべての係数が0以上か、0以下か、いずれかになるという話でしたが、これ、アルファとベータに関して、ここではですね、アルファの係数は1であって、ベータの方のかかっている係数はマイナス1になってますので、これは B2 に矛盾するというわけですね。必ずこれが2のアルファに対して、係数が全部0以上か、全部0以下、どちらか成り立たなきゃいけないのに、ここは違うというわけです。はい、というわけで、レンマ 10.2 が証明できました。で、続いてちょっと定義が続くんですけれども、デフィニション 10.3 をご覧ください。E の元ガンマに対して、ファイプラスガンマというのをガンマと内積を取って、正の値を取るようなファイの元全体のナッシュ集合としましょう。で、ガンマが、Pα っていうアルファと直交するハイパープレーンがありましたが、まあ、それを全体の和集合を取って、それをE から取り除いたもの、こういうものを考えます。だからこの、Pα というハイパープレーンに含まれないようなガンマのことを、まあ、正則というふうに呼びます。で、そうじゃなくて、この P、どっかしらの Pα に入っちゃう場合は、特異、まあ、シンギュラーというふうに呼ぶことにしましょう。で、ガンマが正則なときには、π っていうのは、π プラスガンマっていうものと、マイナス π プラスガンマ、まあ、この2つの和集合として書くことができます。で、さらに、π プラスガンマに対しての元、α に対して、α が β1 プラス β2 という形で、π プラスガンマの元2つを使って書けるとき、まあ、このときに α を分解可能、デコンポーザブルと呼んで、そうでないときにインデコンポーザブルというふうに呼ぶことにします。で、さまざまな、定義が出てきましたが、まあ、実はこれは非常に大切で、先ほど一番最初に述べた、規定の定義がありましたね、ルート系の規定の定義がありましたが、そのときに規定は、まあ、存在するのかとか一時的なのかという問題がありましたが、実は次の 10.4 というものが成り立ちます。正則な元ガンマに対してデルタガンマというのを、今先ほど定義した π プラスガンマの元のうちインデコンポーザブルなもの全体のナッシュ集合としましょう。そうしますと、このデルタガンマが π の規定をなすと。でしかも、全ての規定はこのようにして得られるというわけです。ですので、規定っていうのはまあ必ず存在して、かつ、どういうふうに得られるかっていうと、こういうふうに得られると。で、これ、ガンマの取り方によって、いろいろ取り方がありますので、まあ、一時的ではないことがわかります。はい。じゃあ、一時的じゃないんだったら、どういう関係があるのかっていうのは、この後、またワイル群とかのところでお話をしたいと思います。で、この動画ではですね、この定理の、証明はまずやらずに、じゃあ、今までやったことを具体例を見てみましょうということに、最後に、説明をしたいと思います。はい。ということで、この A2 っていう、まあ、簡単な場合を考えてみましょうか。これは、前回、二次元の、ルート系、どういうものがあるかって分類を話しましたが、その時に A1×A1 と A2 と B2 と G2 というのをやりました。まあ、その4種類しかありませんよという話をしたんですが、そこに出てきたうちの A2 をやってみたいと思います。で、この、まあ、ぜひですね、ご自身では A2 以外の場合も、やってみる。といいんじゃないかと思いますが、まあ、ここでは A2 の場合だけ扱いましょう。で、前はこういうふうになんかアルファ、ベータとか書いていましたが、ここではまあアルファ、ベータ、ガンマ、まあ、この3つを使って、これマイナス、ベータ、マイナス、アルファ、マイナス、ガンマ、こういう形で書くことにしましょう。で、そうしますと、Pα とかっていうのはどういうふうになるかというと、この α と直交するようなハイパープレーンですから、Pα はこういうものになります。でそうすると、次に、まあ、ベータと直交するのはここですね。こういうものです。とか、ガンマ、これと直交するハイパープレーンはここですね。はい。で、マイナスアルファに関しても、マイナスアルファと直交するのは Pα なので、結局、ここの、この A2 型のルート系
に関して現れる、ハイパープレイのこの3つですね。で、その時に、ガンマっていうのを特異じゃない、特異、シングラーじゃないものとしましょうという話でした。シングラーっていうのは、この P、ここに出てくるピンク色の、この、あれですね、ハイパープレーンに入ってないようなところを考えましょうということで、まあ、例えば今、ここにガンマというのを取りました。で、これに関して、先ほどちょっと戻りますけれども、何を考えるかというと、ガンマと、内積が0より大きくなるようなルート、まあ、それを φ プラスガンマというふうに置くという話でした。そうしたときにルートは φ プラスガンマとマイナス φ プラスガンマに分けられるよというのがここですね。これとこれです。じゃあまず φ プラスガンマってどうなるかっていうと、ガンマとの内積が正のところです。正のところはどこかっていうと、これ考えればすぐ分かりますが、アルファとベータとガンマが正ですね。で、一方で、例えばマイナスガンマと、ガンマ、すいません、だからここ、アルファ、ベータ、ガンマにしちゃったけど、ここは本当は変えた方がいいですね。これ、デルタに変えましょう。先ほどとちょっと、変わっちゃいますが、ここをデルタにしましょう。こちらでガンマ使っていたので、2回ガンマが出てきてしまいますね。で、そうすると、ここデルタに変えます。で、そうすると、そっか、だから、ここをデルタにしましょう。で、そうしますと、例えば、こことの内積どうなるかってと、直交しているのがここなので、それよりも左側にあるってことは、デルタとマイナスガンマ、これ内積取っても、これは負になってしまいますね。で、他のマイナスアルファとかマイナスベータもそうですね。ですから、まあ、正になるところっていうのは、この3つだということがわかります。で、次のところにちょっと行くんですが、ここもですね、これを変えましょう。ここをデルタとしまして、これもデルタとしましょう。はい。で、そうしますと、だから今、アルファベータガンマが、このデルタに関して、ファイプラスデルタの元になっていると。で、確かにアルファベータガンマっていう、ここのこいつとこいつとこいつがプラスのところで、ここがマイナスのところですよね。ですので、ファイっていうルートの集合は、ファイプラスガンマとマイナスファイプラスガンマの、直和じゃない、和集合になっています。で、さらにこのベータっていうのはこれ何かっていうと、これアルファとガンマ使うと、これ足してあげるとここになりますよね。ですので、ベータっていうのはアルファプラスガンマになっているということがわかります。ということは、これどういうことかっていうと、この π プラスガンマの元のうち、他の元使って和でかけるということは、ベータはデコンポーザブルだということがわかります。ですので、今の場合、じゃあ、デルタスモールデルタというのは何かっていうと、それはアルファとガンマであると。すなわち、このアルファとガンマっていうのが、規定になっているよというわけです。で、実際、規定になっているっていうのは、もう B2 っていう条件と B1って、アルファベータが、ガンマが、これ R2 で考えてますので、そこの、ベクトル空間としての規定になっていることは、これ線形独立だから分かりますし、B2 という条件に関しても、すべてのベクトルが、ルートが、ベータが例えばアルファプラスガンマとこう両方ともアルファとガンマの正の係数でかけているとか、こちらもそうですね、マイナスでかけているという B2 という条件も満たしているので、確かにこれは規定になっているというわけです。ですから、なんかこのデルタっていうのを、ハイパープレーンに、ピンク色のハイパープレーンたちに含まれないところから取ってくると、それぞれ、この規定というのが得られるというのが、この例からもわかると思います。はい。ということで、この10.4に関しては、次回、証明を紹介したいと思います。はい。というわけで、今回はですね、規定、ルート系の規定についてお話をしました。というわけで、この動画はここまでにしたいと思います。